よし、キーアイテムが手に入ったぞ。これで先に進めるね。ああ、それにしてもアイテムを持ってるモンスターを探すのってなかなか大変だよね。私たちはみんなで手分けすることができたけど。確かに人海戦術が効率的なイベントっていうのはよくあるよ。ソロプレイヤーの人とかは苦労しそう。そういう時 MMORPG ではノラパーティーっていうのを組むんだ。ノラパーティー？たまたま同じ目的の人たちが居合わせた時、その場限りのパーティーを組むことだよ。ああ、なるほど。それなら私も ALO でやったことある。もともと MMORPG は人と協力することを前提に作られていることが多いからな。この先でも人手が必要なイベントがあったらノラパーティーを組む選択肢もありだと思うぜ。人と協力することはとても大事です。そうだね、みんなで協力し合いながら進んでいこう。はい。
見つけた、仮面をつけた NPC。 やっぱり見た目だけじゃティアだってわからないわね。何にしてもようやく会うことができたわ。これで話を聞けるわね。ティア、プレミアと同じ現象が起きているのか。助けましょう。私一人で。無茶言うな、ここは俺たちに任せるんだ。行きます。ああ、戦闘開始だ。私が追い求めていた可能性、私の行き着く可能性は答えを見つけることのできない悲しく寂しいもの。だからその可能性を私自身で断ち切る。あ、行っちゃうわよ。これがティアの。プレミア、何なのかしらね、可能性って。ティアちゃんの姿が変わってしまっていることと関係があるんでしょうか。プレミアちゃんなら分かったりしないかな。何か感じ取っていたみたいだし。みんな、プレミアちゃんの具合が良くなったよ。ごめんなさい、私のせいでティアを再び探さなくてはいけなくなりました。謝ることなんてないよ、大丈夫そうでよかった。ねえプレミア、ティアのことで何か分かることってある？私に流れ込んできたのはずっと一人のまま、それはティアの可能性だと言っていました。可能性ってもっとポジティブなもののイメージがあるけど、ティア…何にしてもティアはいつ倒れてもおかしくない状態なのに、一人で全てを解決しようとしている。放っておくことはできないね。ティアを追いかけましょう。私も連れて行ってください。もしティアが自分の可能性を探し求め、その答えが悲しいものなのだとしたら、新しい可能性を一緒に探したい。もちろん一緒に行こう。みんな、ティアに何が起きたのか知ることも大事だけど、ティアが人の介入を拒み、一人で全てのことを解決しようとしているのは